クリ&オーセラブルペン待機、新井監督、準備しておいて。引き分けが勝ちと同じなの考えたらリリーフ増やすのはわかるけど、ほんまにクリオーセラ使う場面が来るんか。投げさせたとしたらファイナルの先発足りるんか。クリオーセラ中継ぎ待機らしいけど、仮に勝ち上がったらファイナルは誰先発なん。森、遠藤、玉村。案外勝てるかもしれんな。オーセラだけでなくクリも中継ぎ待機って意味わからんな。3戦目どうすんの。とこだとクリがいる限り壊滅ではないからセーフ。2.3 位目線で見ると CS って基本的に優勝チームが勝てるようになってるよね。さすがにクリは使わないと思うけど、オーセラはありそうよな。いやでも阪神戦どうすんねん。この考え方は良いと思う。采配楽しみにしてます。甲子園のことは頭にないみたいだな。広島、クリとオーセラブルペン待機で草。阪神は1位で試合間隔あるから4人で足りるってだけなんやけどな。はっきり言うけど、オーセラが中継ぎで出てくる方がはるかに不安ですよ。こっちは中継ぎで出てくるならまだルーキーの増田の方が安心できる。ご視聴ありがとうございました。